ハインケル HE116HE116 の側面図、ハインケル HE116 はドイツと日本の間で航空郵便を運ぶためにハインケル社で開発、製造された長距離郵便機である。この任務のために数機が同様に長距離偵察機として少数が製造された。HE116 の設計はアフガニスタンのパミール高原湖への航空路を計画していた。 ルフトハンザ航空が1936年に出した要求に応えて始まった。膨大な燃料を搭載して7600メートルの高さを超えなくてはならないため、この航続性能を達成する航空機を生産するには大きな問題があった。当時はこの種の高高度性能を有するエンジンはなかったが、ヒルト社が500馬力級のエンジンを開発中であった。ギュンター兄弟は 重い燃料重量に対してこのエンジン4機をハインケル HE70 ブリッツの機体に取り付けることを提案した。HE116 の主翼は HE70 の2本桁に合板表皮の大円翼を改造して使用していた。胴体は全くの新機のジュラルミン製セミモノコック構造で水上に不時着することを想定して水密構造になっていた。 構造設計の多くが HE70 と共通であったため、試作機の HE116V1 は1937年早くに完成した。この時点で新しいエンジンはまだ用意できていなかったので、試作機は代わりにもっと小さな 270HP のヒルト HM508C を装着していた。1938年に V2 号機と V4 号機が ルフトハンザ航空に納入され、シュレジェンとハンブルクと命名された。V5 号機と V6 号機は、1938年4月に 15,251km、54時間17分にわたる6日間の飛行を行い、日本へ納入された。両機は、ヌギ号、東号号と命名され、満州航空において、東京新京路線で利用された。 V3 号機は生産ラインから外されて、記録挑戦機に改装された。主な回収点は拡大された75.6平方メートルの主翼で、全幅は25メートルに伸ばされており、胴体内の燃料タンク容量が増加していた。設計は、高高度性能を要求していなかったので、C 型に変えて若干低回転で、燃料消費率が改善されたが240馬力しか、 出せない HM508H エンジンが装着された。低出力と増加した燃料搭載量により離陸が困難になり、HE116R ロストックと解消された機体には、ラト装置が4機取り付けられた。初飛行の時に1機のロケットが避けて脱落し主翼を直撃したため、大規模な修理が必要となった。 修理が完了した後の1938年6月30日に2回目の挑戦がなされ、平均速度時速 214km で無給油 9942km の飛行記録を樹立した。この時点で、新エンジンの開発プロジェクトは、V7 号機と V8 号機は長距離偵察機用の改造が施され、多くのドイツ空軍の爆撃機に、 共通の特徴に類似したガラス張りの機種を持っていた。テストは1938年に実施され、結果はおおむね満足いくものであった。その後、HE116 バイトから例として知られる V75 機仕様の6機が発注された。これらの機には V9 から V14 までの番号が付与された。HE116 バイトは敵戦闘機の後続距離範囲の外の領域で、 運用されることを想定していたために防御用の武装は持っていなかった。第二次世界大戦に先立って前8機が偵察部隊に配備されたが、この時点で低速かつ非武装の航空機が有益な偵察活動を行うことは期待できなかった。その代わりにこれらの機体は制空権のあるドイツ領域外の地図作成の任務に使用されたほか、 ドイツ国内での連絡任務に使用された、ドイツ国ドイツ空軍満州国満州航空、ありがとうございます。